こんにちは、バーテンダーの直人です。今日は1990年代バーボンウイスキーオールドディスラー15年、この子を紹介したいと思います。この子は見事なまでの講釈令状です。味や見た目や香り、すべてに対して正五角形のハイスペックなステータスを持つ子です。その中でも一度飲むと3駅離れてようとまだ続くような甘く深い余韻がこの子の魅力の一つでもあります。この子は旧ビレット蒸留所時代の長期熟成バーボンです。 KBB ケンタッキーバーボンディスラー社は1980年代から自社の蒸留所が復活するまで2012年までの間はボトラーとして活躍します。その間に使っていたのはヘブンヒル原酒なので、この子の原酒はヘブンヒルになります。この子ロックにしても美味しいのですが、妖艶な味と魅了する香り、そして長い余韻、この3つ特に楽しんでほしいので、ぜひストレートで飲んでいただけたらと思います。ちなみに金色の枠で黒色の中、そして赤の数字が書かれた90年代のウイスキー、大当たりバーボンの目印としてもいいと思います。それでは今日は1990年代バーボンウイスキーオールドディステラー15年飲んでみたいと思います。まずは香り。あ、もう美味しい。すごい濃厚。そして味。やっべえ。この子は見た目、気品、礼儀正しさ、全ての面がパーフェクトな公爵令嬢。その完璧さゆえか、強い信念ゆえか、婚約者がなかなか決まらない、そんなイメージの子です。いかがでございましょう。簡単ではございましたが、1990年代バーボンウイスキーオールドディステラー15年、お分かりいただけましたでしょうか。最後に、僕は2年間で YouTube にウイスキーの辞書を作ります。応援くださる方、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃあ今日はここまで。また見てね。